ちょっとシンキングしますか。そういやもうそう決まってますか。3人で合わせれる気するぐらい僕ありますよ自信。俺でもね、被るかな。線でじゃあどこで撮ったか言いましょう。覚えてる場所。うん、せーの、スタジオ。え、なんて言いました。駅崖スタジオ。バラバラじゃないですか。三者三様ということでお送りさせていただきます。まあ、僕好きなシーンもいっぱいありますよ。うん、あるでもやっぱあの駅のホームのシーン、もう撮りながら言ってたじゃないですか、こういう時に話すんだなみたいな、うん、それぐらいこう記憶に残るというか、うん、なんかすごい感動して、あのシーンを見てもですけど、うん、本番中ってさ、不思議とこうなってるから分かんないけどさ、ね、結構雑念が本当に飛んだね、あの瞬間。僕も飛びました。でもカットかかって5秒ぐらいして寒っと思ったの。そう、冷てるし、顔びしょびしょみたいな、なんか冷たいみたいな、髪びしょびしょみたいな。いや、あれ雨すごかったもん。そうだったね。一番好きなシーン、崖か、崖、そこ崖だよね、うん、崖はその最初台本をいただいた時からなんかカノンどういう風な心境なんだろうと思って、だって彩子さん、まあシオンだと思って落ちてるけど、でも彩子さん、彩子さんなわけじゃん、うん、だからそこが、うん、一番なんかどういう心境になるんだろうと思ってたところかな、うん、彩子さんすっごい怖かったなって。怖かったね、撮りながら。どこでしたっけ、すみません、スタジオ、スタジオ、スタジオって言った。いや、それこそ死ぬからさ、レンって、うん、唯一その3人の中で泣き散らかしてたじゃん、もうバンとして。いや、俺すごいなと思って。いや、本当すごかったですよ、朝一からだったからさ、本当にやっぱりこれ絶対動けないと思ってこれはピクとかピクとかで NG とか出たら俺もうダメだと思って、必死になんかもう、なんかね、耐えてました。耐えてた。CG とかすごい楽しみだったの、うん、すごい、あの、ね、グリーンバックとかそういう見えずにやってたじゃん、はい、ずっと、うん、そういうのはすごいちょっと楽しみにしてたから、なんかやっぱすごい想像を超えてきた自分の中の、やっぱもっともっと怖かったし、うん、それこそね、あのシオンがさ、うん、体からこう あそことかもう全然やっぱ想像を超えてたから、劇場で見るからこそのインパクトすごいあって、お尻がポンって浮きましたね、マネージャーさんを横にして。浮いた、浮きましたよ、本当に。ゴッて浮きましたうん、そのなんか最初スクリーンがパッて明るくなった時から、なんか本当に1ヶ月半撮っていたものが一つの作品になったんだなっていうことのなんか感動とともに、なんかすごいうるうるしてしまいましたね。なんかいろんなシーンの裏場面だったり、はいはい、なんか思い出で、はい、思い出とか、ね映画牛首村、ぜひ見てください。